バーチャルレガッタで検索検索。ゲームのサイトじゃなくて攻略サイトを探しているのだ。攻略サイトならヨット用語をまとめたページがきっとあるのだ。バーチャルレガッタ講座、攻略サイトの匂いがするのだ。結構綺麗なサイトだな。ジャパン VRI クラブというクラブがあるみたいなのだ。このページを一通り下の方まで見てみよう。ちょっと眺めただけでこのサイトの情報量の多さがわかるのだ。気になることはたくさんあるけど、何よりもまずヨット用語を知りたいのだ。ゼロから学んでいくのだ。このサイト全体はヨットの基礎知識を持ってる人を想定して作成しているけど、実際のヨットを触ったことも見たこともないような人のためにバーチャルレガッタに必要な用語と知識を説明してくれるらしいのだ。興味をそそる目次だな。とても楽しみなのだ。まずはセーリングについて。セーリングとはヨットやウィンドサーフィンのようにセールを使うもので競う競技を指すようなのだ。バーチャルレガッタではディンギーと呼ばれる小型のヨットから大人数で操船する大型のヨットまで再現されている。ヨットは大きさや種類に関係なく搬送原理は同じで、ルールブックも同じものを使うようなのだ。ルールについては他のページにまとめられているみたいだから、また後で確認しよう。次の見出しはヨットの各部故障。まずは他の船舶でも共通の故障から。バウ、船首、つまり船の前の部分のことだろう。スターンは船尾、こっちは船の後ろの部分のことだな。スターボードは右舷、ポートは左舷。ゲームですでに出てきた単語だけど、船舶の部位を表すものだとは知らなかったのだ。故障の由来はなるほどなのだ。もしかしたらバウは弓という意味もあるから、そこから由来してるのかもね。次の用語はラダー、舵、船尾についていて水中に入っている板のことで、その向きを変えると船の進行方向が変わる。ギラーは舵の向きを変えるための棒で舵と一体化している。大型の船では代わりにソーダリンというものを使う。やっぱり画像があるとわかりやすいのだ。今さっき学んだ用語の他にセールの名前とかも書かれているね。まだ紹介されてない用語は画像の下に並んでいるみたいなのだ。ここで解説されるのはヨット特有の用語のうち、ゲームで使う最低限のものだけらしい。マストはセールを貼るための支柱のこと。メインセールは文字通り最も主要なセール。ジブセールはメインセールの働きを補助するセール。そしてスピンメーカー、追い風で走る時用の大きなセールのこと。スピンとも言う。ヨットの種類によって使うセールの枚数が違うのは少し前に気づいていたのだ。セールチェンジはだいたいわかるけど、セールを上げることをホイストということもあるのは覚えておこうかな。実際のヨットではセールチェンジ中に低速が落ちるらしく、それがゲームでも再現されているようなのだ。次の見出しは風よりも速く空を飛ぶヨット。本当にそんなヨットがあるのか。見出しの話に行く前に、まずは揚力について解説されているのだ。風を帆に流すと揚力という力が生まれ、流れる風が速いほどその力は強くなる。ヨットが速く走るほど帆に流れる風もその分速くなって揚力も大きくなる。この話だけ聞くとヨットは無限に加速しそうだけど、実際は水の抵抗などのためにスピード限界がある。だけど吹いてる風の倍以上の速さが出せるヨットもあるらしいのだ。これが揚力の使いか。揚力は船の進行方向に対して斜めを向いていて、その揚力から前に進む推進力を得ているらしい。横向きにも力がかかっているはずだけど、ヨットが横に流されていかないのはなぜなのだ。そ
その疑問は置いといて、アパレントウィンド、見かけの風の説明を読もう。ヨットは常に進行方向から相対的に風を受けるため、実際に吹いている風とは異なる風をセールが受けることになる。セールが受けるその風のことを見かけの風という。自転車の例は分かりやすいし、向きが違う3つのヨットが並んだ図も分かりやすいのだ。次の用語はフォイリング。水中翼と呼ばれるものが生み出す揚力でヨットを宙に浮かせる技術のこと。バーチャルレガッタにはフォイリングするヨットがいくつかあるらしい。フォイリングすると水の抵抗が減って速くなるようだけど、そんなに変わるものなのかな。いつかゲームでその速さを確かめてみたいな。次の見出しは風速と低速の目安。風速や低速はノットという単位で表す。1ノットは時速 1.85km。 そうか、ゲーム中に何回か登場した KTS はノットの複数形だったのか。目安の表はざっと見て次へ行くのだ。ヨットの進路の呼び名。ヨットは風向に対する角度によって走り方が変わり、それぞれの走り方に呼び名がついている。角度と低速の関係を表すこの図はポーラーダイアグラムという。知らない用語がたくさん書かれてて恐ろしいのだ。この図の下に用語の説明がまとまっているようだから、一つずつ学んでいこう。クローズホールド。風上に向かうとき最も高さを稼げる走り方。高さを稼ぐがどういう意味なのかわからないけど一旦置いておこう。ビーチングもよくわからないから飛ばそう。アビーム、風を真横から受けて走ること。クォーターリーも漠然としてるから飛ばそう。ランニング、風下に向かうとき最も落とせる走り方。落とせるって何を落とせるのだ。デッドラン、真風下に向かう走り方で大きく失速する。芝、低速を落としたり止まったりするために歩を緩めて風を逃がすこと。レース中に黄色いボタンを押すと低速が落ちるのは芝をするからなんだな。ベスト VMG はなんとなく知っているけど、この機会にちゃんと知っておこう。低速のうち風に対して直上または直下に向かう速度を VMG ベロシティメイドグッドという。おそらく高さはどれだけ風上に位置するかを表す言葉としてここでは使われているのだ。最も高さを稼げるというのは最も風上方向に速く進めるという意味だろう。だからきっと最も風下に落とせるというのは最も風下方向に速く進めるという意味だね。ベスト VMG は最大の VMG のことで、次のマークに速く着くためにはベスト VMG で走れってことなのだ。次の用語はラフトベア。ラフは風上への進路変更のこと、ベアは風下への進路変更のこと。加速とか失速の話はなんとなくわかるから次へ行こう。この4つの用語も知ってるから飛ばしちゃおう。レースコースに関する名称。知らない用語がまた一気に登場してきたのだ。本部堤、スタートライン、フィニッシュラインの右端に止まっている船のこと。実際のレースでは運営の人たちが乗っていて、いろんな仕事をするらしい。ヨットレースではスタートでフライングすることをリコールと呼ぶようなのだ。マーク、スタートラインの端やレースコースの折り返し地点に設置されるVのこと。風上の折り返し地点にあるマークを紙マーク、風下の折り返し地点にあるマークを下マークという。紙マークのすぐ横に打たれているのはオフセットマーク。紙マーク付近の混雑を緩和するためのものらしい。ゲートマークは並んでいる2つのマークのうちどちらを回ってもいいというもの。
ゲートマークの右舷側を S マーク、反対側を T マークというスタートライン、フィニッシュラインはだいたいわかるから飛ばして、次はレイライン。クローズまたはランニングのベスト VMG になる角度でマークを見通す、コースの端を示す目安線のこと。これは多分海面に引かれていて風の変化に合わせて動くあの点線のことだ。次の用語はレグ、マークとマークの間の区間のこと。スタートから第1マークまでを1レグ、第1マークが紙マークの時は1紙という。紙マークからオフセットマークに向かう2レグはリーチングレグとも言う。刻々と変化する風は目に見える。ヨットレースは他県より少しでも前に出る競技で、ゲームで特に再現されているのが風向と風速の変化。この画像だけでも新しい用語についてだいたい分かったけど、説明を見ていこう。ブローは特に風が強い場所で海の色が濃くなっている。ラルは特に風が弱い場所、きっと海の色は薄いのだろう。ラルは入ると減速してなかなか抜け出せない落とし穴のような場所。次はブランケット、略してブランケ。ヨットのセールの影響で風が弱くなっていて風向きも変わっている場所。ブランケが攻防のために使われるのはこの前のレースでなんとなく学んだぞ。シフト、風向きが変化すること。シフトに関する用語が2つあるようなのだ。まずはリフト、風上側へのシフトのこと。そしてヘッダーは風下側へのシフトのこと。この2つの用語はどんなコースを走るか考えるときに重要になりそうなのだ。パフ、扇形に広がる局所的なブロー。ブローって扇形に広がるんだね、覚えておこう。バーチャルレガッタに必要な基礎知識や用語はこれで網羅できたようなのだ。覚えることが多くてちょっと疲れたけど、少し休んだら今度はヨットレースのルールについてもこのサイトで勉強しよう。